ドリーム、福井号ドリーム、福井号ドリーム、福井号昼特急号ドリーム、福井号とは、ドリーム号の一路線で、東京都と福井県を結ぶ、夜行高速バスである。ここでは、同一経路で運転する、青春ドリーム、福井号、福井東京線、昼特急についても言及する。高速バス路線開設ブームの中、1989年5月2日に、 運行を開始した。東京福井間は、国鉄時代に急行、越前が臨時列車に格下げされて、以来、定期便による直行輸送機関が存在しておらず、競争相手がいない上に、県庁所在地を結ぶ路線でもあることから、運行開始当初から毎日3台の運行体制で、十分に採算が見込めると考えられていたことが、伺える。 路線開設から1993年3月に JR 西日本の夜行急行のとの発着地が福井まで延長されるまでまた2001年3月にのとの運転区間が短縮されてから2013年7月高速路線バス新制度施行による他社参入までの間両都県を直通する唯一の公共交通機関となっていた2006年11月1日より 京福バスと福井鉄道の2社で昼特急の運行を開始した。上りが朝7.8時台に県内各地に停車して15時頃東京に到着するダイヤで、下りは12時前に東京を出発し19時頃県内各地に到着するダイヤである。昼特急号は再繁忙期になる同年12月26日から2007年1月7日まで全面運休して、 夜行増便に対応した。なお、同年のゴールデンウィークの多客機には4列シートの車両を臨時に仕立てて運行された。再販房機の増発については、1号と2号については運行会社が1号車を用意し、2号車以降は運行会社の廃車状況に応じて自社、またはもう一方の会社が用意する。3号と4号は、 JR の1台のみの運行で増車が行われないが、予約状況に応じて軽復、または、副鉄が2号車以降を用意する場合がある。この場合、両車とも昼特急に充当する車両がなくなるため、前日のように4列シート車両を充当する。なお、夜行便2号車以降の増車分に関しては、番号末尾の車両で、系列会社の観光バスが充当されることがあり、 その場合は予約時に4列シート便所なしの案内が行われる。夜行便は運行開始当初は特に相性がなく、もっぱら JR バス関東では東京福井線や福井線と案内していた。1994年より乗車券の発券方式がマルスに収容されることになり、相性が必要となったためにドリーム福井を名乗るようになった。 中高便も運行開始以降特に相性を設定しておらず、福鉄では東京線昼特急に、京福バスと発車オライネットでは、福井東京昼特急2008年4月から取り扱っている高速バスネットでは、昼特急福井号となっている。運行開始当初は3車とも同一経路であったが、現在は京福、福鉄便が、東名高速道路、JR 便が、 中央自動車道を経由している。発着便枠の関係で、夜行便の2号車以降は、バスタ新宿を通過する。基本的に、ドリーム、福井号、昼特急号には、独立3列、シートトイレ付き29人乗りのスーパーハイデッカー、または、ハイデッカー車両が、青春ドリーム、福井号には4列、シートトイレ付き40人乗りのハイデッカー車両が、充当される。 京福バスの高速バス専用車両には、車体側面に、ハイウェイエクスプレスと表記されていたが、2008年10月9日の運行から吉川11記号デザインのシーングバス塗装になった。運行開始当初、福井鉄道と京福電気鉄道は、後部4列回転シート付き31人乗りの車両を使用していた。 また、JR バス関東は2008年9月1日から2018年10月31日まで38人乗りのダブルデッカーを使用していた。ありがとうございます。